どうも皆さんこんにちは。ですね、今土浦良治というところで吉岡かけるリュウというユニットで演奏のために、土浦駅の名前かなりおしゃれなんですよね。そこに来てるんですが、自己紹介が遅れました。ケーナ奏者の吉岡です。どうも。で、今ちょっと吉岡ケーナチャンネルでトーク動画が載せた方がいいんじゃないかということで、ちょっと手短にお遊び動画を撮りますので、見た人はアンラッキーだったなということでよろしくお願いします。話題は何かというと、フォルクローレイベントでの司会の仕方っていうね、オンラインコスキンというイベントで私が司会をさせていただいた時に気をつけていたことをちょっとお話ししますので、絶対役に立たないと思いますけど、万が一今後オンラインイベントとかで、特にフォルクローレのイベントがいっぱい出るようなイベントの司会をされる方がいらっしゃったら、こんなこと言ってるやつがいたなと思っていただければと思います。すごい手短に喋ります。まずすごいつまらない、1点目に留意すべき事項は、演奏というか、次のチームは〇〇ですっていうということを言う前に3秒ぐらい音のない時間を作る。これは、コスキンハポンで飯田さんという、ね、伝説的な司会者の方がいらっしゃるんですが、その方がやっていたものを私が盗んだ手法なんですけども、これをやることでチームの切り替えというのが出ますので、あと何かこうその動画を加工する際に3秒あるとタグを入れたりとかいろんな加工できますので、それをぜひやってみてください。すごいつまらない話を最初にしました。で、次はもっとつまらない話で、適度に情報を調べる。私ですね、一応オンラインコスキンの時はどのチームがどんな曲をやるっていうのは 1,2 週間前に実は知ってはいたんですが、自分が司会をどこがやるって知ったのは当日なんですけども、そこである程度調べ直して話をさせていただきました。ですが、何ですかね、調べすぎてうんちくを傾けるというね、フォルクローレに限らず狭い業界だとどうしてもそのうんちくを傾けるのが正義だみたいになっちゃうんですけども、世の中の 99% の人は求めてませんし、いたずらに尺が伸びるだけなので、私が気をつけていたのは、その人たちが何をしたいのか、この曲を表現したいことがあるとか、どんなことがあるかとか、類推できる材料は提供するけども、これくらい知らない人が例えば収録の会場にいたんですよ。収録している人とか、あんまりこれくらいご存じない川端の人とかもいたので、そういう人が露骨につまんなさそうな顔したらもうすぐやめるというふうなことをしてました。そういうことをすることで、ちょっとお話がね、多少ないとも有意義な話をしながら尺も押さないっていうの、尺との時間みたいな時間を押さないっていうようなことになります。で、最後にもう一点だけなんですけども、なんかこう全ての世代の人にとってわからないような単語が出たらなるべく説明する。私オンラインコスキンがあった例だとロスインキャスっていうのスチールも言っちゃいましたけどね、すごいいい演奏されてるんですけど、インキャっていうのは多分一定の世代以上の人にとっては何のことだっていう感じなんですよ。で、何のことやってることを放置しとくっていうやり方もあるんでしょうけど、それやっぱ楽しくないので、なるべく多くの人が理解してもらうような感じで一言二言だけ紹介するっていうような、僕はそっちはもちろん曲のことを調べるよりも先にそっちをやった方がみんなに楽しく、より多くの人に楽しんでもらえるっていうふうな姿勢を出すことが、より多くの人の理解を得られる手段。演奏者ではないので、司会の場合は聞く人を絞る、お客さんを選ぶようなやり方というのは絶対してはいけないんじゃないかなと個人的には思います。そういう考えの方を否定してるわけじゃないですかね、一応言っておきますけど、はい、では、心得のその1それくらいなんですけども、こんな感じで司会をやられている時はどうですかねということで、本当にねオンラインコスキンの司会では私は全然滑舌も聞いてのとおり良くないですし、正直すごくフォルクローレの知識があるかって言われると、わからないですけど、それは人が判断することですけども、やらせていただけたのは、こういうことを気をつけたからっていうのはあると思うので、それだけ申し上げました。それで今後とも、私がなんか万が一ね、演奏者、本業は演奏者ですよ、演奏者ですけど、司会としてなんか喋ってるなっていうことがあったら、生温かく見守っていただければと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。